こんばんは。8月11日水曜日、おおきにラジオリターンズ。お相手はシンガーソングライターもやってます、漢字の小川にカタカナの襟で小川襟がお届けします。8月8日にタコフェス in 横浜ミッドホールのイベントがあったんですけどね、小川襟主催のイベントがあったんですけど、この収録をしている日がまだ8月の4日なんですね。いやー、開催されてるんですかね。ちょっとね、台風がこの時期に発生していたりですとか、ちょっとヒヤヒヤしてるんですけれども、実際のところはどうなんでしょうね。無事に開催されていることを祈っておりますが、今日からは8月21日も、小川襟主催のイベント、地元の大阪でソープオペラクラシックスさんというすごいね、おしゃれで落ち着けるライブハウスがあるんですけれども、そちらで、タコフェスを開催させていただきます。そちらに出演していただくアーティストさん特集で、今日は滋賀県を中心に全国いろんなところで活動しているコスプレシンガーソングライター伊谷亜子ちゃんをゲストにお迎えしております。今晩もいろんなお話を聞いていきますので、どうぞお楽しみに。で、伊谷亜子ちゃんがですね、やっぱそのコスプレシンガーソングライターということで、アニメも結構お好きなんですね。なのでそれにちなんで、今日のテーマは好きなアニメ、気になるアニメというテーマでお届けしていきます。それではここでオープニングナンバーを1曲。暑い日が続きますよね。本当に熱中症には気をつけていかないといけない昨今。いや、なんかね、水の中も暑いっちゃ暑いんですけど、なんとなくね、水の中水浴びしたいなーなんて思う時もありますよね。そんな気持ちから、今日の1曲目は金魚ちゃんという小川襟のオリジナルナンバーをお届けします。それでは聞いてください、小川襟の金魚ちゃん。ラジオリターンズ、お相手は漢字の小川にカタカナの襟で小川襟がお届けしています。今日のテーマは好きなアニメ、気になるアニメということで、皆さんたくさんメッセージくださってます。お気にありがとうございます。それでは5つ目お届けしたいと思います。ラジオネームジャスミンさん、いつもメッセージお気にありがとうございます。襟さんこんばんは。最近のアニメは分かりませんが、昭和のアニメは好きなのがたくさんありますよ。いじめながらでも前向きに生きているキャンディーキャンディー、
海の平和のために戦う海のトリトン、アンドロメダを目指して旅をする銀河鉄道999。特に銀河鉄道999のね曲とか最近 CM で使われたりとかしてましたね。やっぱ往年の名作はね色褪せないものがありますね。サイボーグ009、最初のガンダム、クリーミーマミ等々よく見てました。そうシリーズ的にねガンダムは私も初代ガンダムとゼータガンダムまで見て、そこから逆襲のシャアとかも見て結構ガンダムハマってたんですけど、最近ねガンダムシリーズの新しい劇場版、まあ最近っていうかちょっと前ですかね、閃光のハサウェイという劇場作品が出て、それがねあの新潟の上越の J-MAX シアターでも見れるようになったので、ちょっと見に行きたいなと思ってるんですけど、なかなかバタバタしてね最近映画全然見れてないんですけど、絶対まあ DVD になったらできたら劇場で見たいんだけどな。色褪せない名作アニメの数々、お好きだということで、お気にありがとうございます。それではもう一つお届けさせていただきたいと思います。ラジオネーム藤田さん、2週間連続投稿お気にありがとうございます。お盆休みのど真ん中、きっと実家にも帰らずひたすらこもってたまったビデオを見まくる日々を続けていると思います。で、好きなアニメ、気になるアニメ、好きなアニメは映画なら細田守作品や新海誠作品です。細田守監督の竜とそばかすの姫はまだ見ていませんが、お盆休みのうちに見たいなと思っています。そう、私もね竜とそばかすの姫は劇場で見たいなと思っている作品で、もう今映画結構見たいのめっちゃあって、まあ竜とそばかすの姫も見たいし、まあそのさっき言ってた閃光のハサウェイも見たいし、まあ実写作品もいろいろ見たいのがあって、もうなんかね映画館本当はこもりたいぐらい結構見たいのがあります。すごい遠い。またね私も見に行ったら感想を言いたいなと思いながら、なかなかタイミングが合わず見に行けなくて切ない。竜とそばかすの姫ね、見に行った方がいらっしゃったらまた感想教えてください。めっちゃ気になってます。あとコンクールの深夜アニメで気になっているのは探偵はもう死んでいる、現実主義勇者の王国再建記、白い砂のアクアトープ、僕たちのリメイクの4つ。おお、めちゃくちゃチェックしてますね。この作品が探偵は第1話から引き込まれるストーリーと、毎回の事件で次第に明らかになっていく死の真相など伏線張りまくりな感じがいいです。なんかもはや気になる感じですね。でその現実主義勇者、再建記は異世界召喚ものには珍しくファンタジー色が薄く内省がテーマということで、少し地味めな ストーリーが楽しみで、白砂は PA ワークスの描く沖縄の小さな水族館の再建に頑張る女の子たちが可愛い。これめっちゃ気になる。また水族館ネタっていうのがいいですね。もうなんか私水族館すごく好きなので、これちょっと調べてみたいですね。ボクリメはタイムリープもので、クリエイターを目指す芸大学生の青春、これなんかチラッと見たような気がするな。あとこの中では現実主義勇者の王国再建記、これは漫画が原作なんですけど、私実は結構読んだんですよ。これねなんか本当になんかこうそういう異世界の国が存在するかのような臨場感があってめっちゃ面白いです。てかこれアニメになってるんだ、知らんかった。これ教えてくださってありがとうございます。ではねこれ深夜アニメって結構こうやってる時間帯が都市によって違うというか、東京とかだったら絶対やってるけど、地方のその例えば新潟とか大阪とかちょっとワンクール遅れてとか、その辺ちょっと気をつけていきたいところですね。いやでもすごい気になる作品、私もめっちゃ見てみたいな。見てみよう。大きにありがとうございます。あと先日の豪雨冠水とか自然の脅威がすごいですね。新潟はほとんど行ったことがないので大変なのは冬の雪だけかと思ってました。いやいやいや、意外とやっぱね涼しいと思われがちの新潟なんですけど、夏めちゃくちゃ暑いですしね。あとはゲリラ豪雨みたいな豪雨がですね、いろいろな地域でね、その群馬とかでもあったりとかも聞きました。でね静岡の熱海もそうですし、結構ね急に雨がバーって降ってきたりしますし、今は台風もやっぱ心配ですのでね、本当気をつけて、自然の脅威なので気をつけるのもね限界がありますけれども、天気予報に敏感に行きたいところですね。
まだリアルライブに参加は難しいですが、コロナが収まったら名古屋でのタコフェス期待してます。いやほんまにタコフェスね、名古屋でやりたいな。コロナが落ち着いたらいろんな目標がねありますね。ほんといろんな地域でまたイベントやりたいなと思ってますので、もちろん新潟でもやりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではアニメ関連でもう一つ、ラジオネームゴエモンブロさん、おおきにありがとうございます。好きなアニメ、気になるアニメは宇宙戦艦ヤマトです。そうヤマトね、やっぱ戦艦ものの元祖ですもんね。好きな理由が、主人公古代進が仲間と一緒に絶望のどん底から仲間を失いながらも放射除去装置を取りにイスカンダルへ向かい地球を救うから。あと巨人の星も挙げてくださってまして、やっぱりね往年のこう熱いアニメをチョイスしてくださいました。エリさんは好きなアニメありますかとのことなんですけど、最近もう一度見たいアニメ、そうスラムダンクみたいな、なんかこう暑い夏にこうオリンピックとか見てたらなんかスポーツものが見たくなってきて、うわスラムダンクもう一回見直したい。いろいろアニメの話もっとしたいですけど、ちょっと最後に置いといて、この後はワクワク心理テストのコーナーです。ワクワク心理テストのコーナー、当たらんのじゃんとか言いながら意外と選んじゃう心理テスト、当たるも発見、当たらないも発見、選んでみてはいかがでしょうか。今日8月11日は本当は山の日、オリンピックの兼ね合いで山の日は8月8日に移動してしまったんですけど、そう山の日にちなんで今日はこんな心理テストを用意しました。山で遭難した時にあなたが見つけたものということで、あなたは山で遭難してしまいました、さまよっているあなたが発見したものは何でしょう。 A が山小屋、 B が猛獣、まあ、熊とかね、 C が下山道、 D が洞窟。 A が山小屋、 B が猛獣、 C が下山道、 D が洞窟。さてあなたはどれを選ぶでしょうか。私はそうだな、もうなんか一刻も早く山から抜け出したい、下山道かな、うん、もう帰りたい山やだ。まあね、この心理テストで分かるのは、窮地に陥った時あなたがどんな行動を取るのか、あなたのそれまで生きてきた経験や人間性が現れるものです。実際にピンチの時あなたはどういう行動をするのでしょうか。この後のゲストコーナー後結果発表したいと思います。それでは今日のゲストはイタニアコちゃんです。はい、それでは本日のゲストは滋賀を中心に全国で活動しているコスプレシンガーソングライター、伊谷亜子ちゃんがゲストで遊びに来てくれました。8月21日の大阪のタコフェスという私の自主企画のイベントにも出てくださいます、イタニャンです。はい、よろしくお願いします。コスプレしてギターを弾きながらシンガーソングライター活動をやっております、イタリアの谷間の谷、アジアのこと書いてイタニャンコです。そして滋賀の歌を1番から22番まで歌っているんですけれども、なんと広島出身です。よろしくお願いします広島出身やのにそんなに滋賀推してんのすごいよね。はい、ご縁がありまして、すごい。いやでもね、第二のふるさとということで、私もそうですもん、新潟 ね、移住してきたのに、まあちょっとなんかあたかも新潟にいた子のような、ずっといたかのような振る舞いで、ね、はい。しかも新潟なのに大きにって入ってますもんね。そうなんです、大阪人やからその辺はもう捨てられてね、はい、ということで本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、新潟の南大沼からこちらのラジオはですね配信されてるんですけれども、おお、そう、新潟来たことありますか。新潟はちょっとまだ行ったことがないんで、これからね小川恵里さんとライブがあるかなっていう期待を込めておりますけれども。そうだね、やっぱ、はい、なかなか関西圏からね新潟ってちょっと遠いもんね。でもね、小川恵里さんがもうたくさんねツイッターだとかいろんなところで発信されてるので、あ、こういう
食べ物が美味しいんだとかそういうものを勉強させていただいております。あ、まあとりあえずお野菜とかね、お米とかはやっぱすごい美味しいですし、はい、笹団子、そう、私すごく気になるんですよ、うんうんうん、生クリーム笹団子。あ、そう、生クリーム笹団子とかね、結構その変わり種の笹団子みたいなのがあって、うん、新潟のその上越にもそのなんかパンの中に笹団子が入っている、そう、笹団子パンとかあったり、もう笹団子推しなんですね、結構。そう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 、なんか小竹っていうそのパン屋さんなんですけど、はい、滋賀にもなかったですっけ、はいはい、滋賀はないか、ちょっとサンドパンみたいな、有名だと思うんですけど私がちょっと知らなかったんですけど、あ、そっかそっかそっか。で、まあその、はい、でも、うん、いや、ちょっと待って、あのパンの中に笹団子っていうのはパンの生地の中に笹で包まれた団子があるってことですか？うん、笹団子はあの団子の状態でパンに包まれてるの。あ、すいません、そうそうそう、はい、なんかね、県民賞で紹介されてました。あ、じゃあめちゃくちゃ有名ですね。結構ね、最近有名になってきました。おお、まあ、そんなね、新潟からあの皆さん全国にね聞いていただいているこのラジオなんですけれども、そうですね、うん、最近なんかすごいミュージックビデオを作られたとか。そうなんですよ、なんとね、エリさんもね、告知の段階でねご協力いただいたんですけれども、うん、今年の2021年の2月3月に初めてのクラウドファンディングを行いまして、うん、はい、リコチョクが運営しているビジーというサイトで、ゲットバックという楽曲のミュージックビデオを作るためのクラウドファンディングだったんです。で、そちらでもうね3桁ほどのお金を皆様からご支援いただきまして、うんうん、最高のミュージックビデオが完成しましたので、ちょっとたくさんの人に見ていただきたいですね。そう、私もねすごい、あれはなんかなんでしょうね、見どころがいっぱいすぎるミュージックビデオで、無料でなんと公開されてるんですよね。はい、はい、そうです、イタニアコの YouTube チャンネルにて7月1日から公開しているんですけれども、うん、なんとゲットバックという楽曲はサイレントサイレンの久保直樹さんという方が作詞作曲していただいておりまして、まあ、サイレントサイレンはガールズバンドなんですけど、そのサウンドプロデューサーの方が曲を作っていただきまして、で私もエレキギターを弾くということで、かっこいいリフとかね弾いている感じでありながらもすごくポップで疾走感のある、そんなミュージックビデオになっております。いや、あれかっこいいよね、本当にね。はい、いや、もうどこで撮影したのかとかよく言われるんですけど、うん、結構ミュージックビデオもよく撮影されている千葉県の某場所で、すごくね遊園地みたいな場所で、でなんかドローンとかも、はい、そうなんですよ、ドローンとかを駆使しながら、でドローンもそのドローンレーサーのチャンピオンの方が操縦をしてくださっているということで、めちゃくちゃ速いし疾走感ありすぎでしょうっていう、そんな、PV になってるんです。股抜きでしたっけ？あ、そうです、足と足の間をブーンと通過していただくので、まあ、股の下を通過しておりますみたいなことを言っております。そう、あれがねめっちゃかっこいいよね。はい、いや、あれは結構技術が必要なのでね、一回だけちょっと足にぶつかってしまったんですけど、まあメイキングでもね公開してますけど、ほとんどそういうことなく、私も全然ドローン怖くなくて、めちゃくちゃ笑いながら、あ、笑いすぎちゃダメだって思いながら撮影しました。なんかめっちゃ飛んだりもしてたもんね、なんか最初の方とかすごい飛んでこうって、なんか場面転換とか。そうですね、躍動感がね、だいぶカット割りを細かくしてほしいっていう話もちょっと最初にしていたのもあって、あ、すごくいいシーンをたくさん切っていただいて、で屋外のねヘリポートを使ったシーンも、実際にヘリコプターが着陸できる場所を使って、うん、で私もスタッフさんとかもすごい遠いところとかで見守られながら、一人で音をこう頼りに歌ってっていうのを何回も何回も繰り返して撮影しました。そうですよね、ほんでやっぱね今日メッセージいただいてまして、はい、まずラジオネームベルチーさん、おおきに、はい、ありがとうございます。イタニアコさんこんばんは、おおきにラジオ初お便りですと。嬉しい。で、聞きたいことなんですけど、イタニアコさんのゲットバックと私の
あのキャンバスという、これもまたクラウドファンディングで157万集めて作ったミュージックビデオがあるんですけど、はい、それの、うん、まあ、お二人の素敵なミュージックビデオの見どころや大変だった裏話があればお聞きしたいですと。ほうほう。大変だった裏話ってあります？大変だった裏話、まあ、そうですね、私実はその基本的にはミュージックビデオっぽいものを自作で今まで作ってきたので、初めてそのプロの制作チームに作っていただいたんですよ、うんうん、だからもうたくさんの方がもう見ている中で何回も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 、やるっていうので、なんかそのどのテンション感ずっと声を張り続けるのかとか、そのどういう風に弾けば、やっぱりエリさんも多分キャンバスについて言っていらっしゃったと思うんですけど、そのギター普通に弾きながら歌うのと、その見せるように弾くっていうのが多分違うので、 そこがやっぱり、そう、自分の中ではなかなかね、分からないことが多いので、今大丈夫なのかなとか思いながら何回も汗だくになりながらやっておりました。私もなんかひたすらぐるぐる回ってたもんなんかもうオーバーリアクションじゃないと映えないからみたいな。そうなんですよね、普通に弾いちゃうとっていうところがあって、結構弾いちゃったんですけど、それやっぱプロの力でね、いい感じのところをね使っていただいたって感じかな。そうだね、私もその、はい、舞台仕立てにしてそのストーリー性がある感じにしたから、うん、やっぱその俳優さんにその別途来ていただいて、その俳優パートと自分のその演奏パートがあるみたいな感じだったので、結構その辺のこう俳優さんとの意思疎通とかが結構初めてだったので結構難しかったかな。なんかその絵をね、エリさんの絵を描いている方がねいらっしゃいますけど、うん、あの撮影されてる時はエリさんは見てたんですか？見てた見てた、後ろから見てて、演技指導とかが、はい、そのまあ、監督というかそのそっちから入ってみたいな、うん、で絵は私が描いたんじゃなくて、私のその友達、はい、高校の時の友達がイラストレーターやってて、おーすごい、そう、うん、その子に発注して描いてもらったっていう。じゃあもう本当にね、みんなの力でできた PV って感じですよね。本当ね、お互いやっぱいろんな人の力がやっぱ入ってるから、うん、やっぱ見てほしい感はひときわだよね。そうですね、本当に見てほしい、うん、ね、だから伊谷あこちゃんもすぐ YouTube 出ますし、はい、はい、私もね YouTube 出るので、ぜひその気合いの入ったミュージックビデオ見てほしいですよね。はい、キャンバスとゲットバックね、ぜひ検索お願いします、うん、よろしくお願いします。それではですね、やっぱちょっとねリクエストをすごい今日やっぱいただいてて、ゲットバック、はい、どんな曲なのかちょっとまず聞いてもらいたいですよね。お願いします。それではゲットバック、まあ、曲紹介さっきちょっとしてくれてたんですけど、ちょっと曲紹介の方どうぞ。はい、ご紹介させていただきます。シンガーソングライター伊谷あこ、エレキギター弾きながら活動しておりますけれども、この曲はサイレントサイレンの音楽プロデューサー久保直樹さんが作詞作曲したロックで疾走感のあるナンバーでございます。ぜひミュージックビデオも聴いてください。それではどうぞ。「あわよるにさくよ」
ていただきました「Get Back」。やっぱこの曲めちゃくちゃかっこいいですね。いやもう本当ありがとうございます。ゲットバック伊丹亜子でぜひ検索お願いします。はい。で、ラジオネーム五右衛門風呂さんからも、ミュージックビデオ、はい、ゲットバックの誕生秘話 の質問いただいてました。お気にありがとうございます。おありがとうございます。ありがとうございます。あとラジオネームかやさんからですね、年内に1万回再生いけそうですね、3500回超えおめでとうございますと、はい、ありがとうございます。伊丹さんの行動力で勝ち取っで、いろいろなものをゲッ、いろいろなその躍進があって、うん、本当にすごいの一言です。紅白歌合戦も夢じゃないですねみたいな感じの応援メッセージもあります。紅白歌合戦の流れには一応経緯がありましてですね、そう NHK のど自慢出演、はい、おめでとうございますと。ありがとうございます。そうなんですよ、やっぱりねこのなかなかライブができない状況で何かできないかと思いまして、自分でね応募したら、なんと運がよく、私が選んだゆきさおりさんの手紙という曲を歌って出したら、ゲストがゆきさおりさんだったということで、もう何回も審査を受けて、無事ねテレビに出ることができて、それはすごく皆さん喜んでくれましたね。あれ何回も審査受けるんだ。あの実はいや結構や最初連絡が受けて、まだちょっと正式に決まったかどうかわからないんですけどっていう状態が結構続いてドキドキしました。へーそうなんや。はい、何回もいろんな話たくさんしましたね、自分の活動の話とか。まあ今回はまあその私の NHK のど自慢で出場したのが普通ののど自慢ではなくてですね、リモート の、うん、あのおうちでパフォーマンスというバージョンが最近ねなかなか開催できなかった場合の特別編みたいな感じで放送されてまして、でそれを見た時に、あこれなら私コスプレでギター弾いて出れるんじゃないかっていうのをちょっとにやりと思いまして、出してみたら運よくっていう感じですね。見た目もねやっぱパンチ効いてていいよね。はい、あの紫の髪でねゴーグルをして、あの華やかな衣装を着て、そして黄色いエレキギターを持っているというね、皆さんね初めての方よくわかんないと思いますけど、はい、そうでね、まあそのかえさんが、伊丹さんに質問と、うん、改めてこの機会に聞きたいこと、はい、将来の夢と目標を聞かせてください、3年後と10年後をお願いします。いやちょっとそれはちょっと急すぎますね。ね、難しいね。そうですね、まあ、ざっくり目標、ざっくりそうですね、あのやっぱりあの NHK のど自慢は本当に喜んでいただいて、で今私結構いろんなお仕事もさせていただいてますけど、それも結構すごいんだけどね、やっぱ純粋にうちの両親が NHK 関係はめっちゃ喜んでくれたので、やっぱ紅白歌合戦はね目指したいですね。あと3年後は、3年後と10年後またね難しい質問されますけれども、ざっくりね、3年後にはメジャーデビューして10年後にはもう世界をね飛び回って活動できるような、あの海外の方が多分私受けがいいと思いますので、積極的になんか売れてても売れてなくても出ていけるような人になったらいいなと思います。確かにベイビーメタルとかね、あの辺とかもね海外ですごく評価得てますもんね。そうですね、だからまあちょっと年齢もねそこそこ行ってしまうので、とにかく健康でいたいなと思います。まあそこですね、やっぱそれに限るは。はい、やはり、まあ、健康を維持しながらも活動していけたらなと思います。うん、で私もねこれあのメッセージもう一個あって、あとすごい私も気になってたことが入ってるので、はい、これちょっと聞いてみたいと思います。ラジオネーム、うん、藤田さん、お気にありがとうございます。はい、お気にありがとうございます。伊丹亜子ちゃんへのメッセージが、エリちゃんの配信で伊丹を知ったのですが、はい、コスプレでエレキギター弾きで、しかもミュージックビデオのゲットバックがめっちゃかっこいいと、うん、で歌い始めた頃からこのスタイルなのでしょうか、なぜこう、はいはい、コスプレスタイルというかこの、あのスタイルに行き着いたのか、うんうん、理由を教えてくださいと。なるほど。私もすごい不思議で、なんでまたこう紫色の髪の毛をかぶってこうコスプレ元から好きやったんかなとか、あはいはい、なんでこうなったんだろうみたいな。そうですね、まずちょっとざっくり言いますと、まあ、でももともと舞台だとか声優だとかいろいろなことをまあ10代からさせていただいておりまして、はい、で
音楽は本当にひょんなきっかけで始めることになったんですけど、まあ、その音楽を始めるぞっていうタイミングの時に、まあ、年齢もそんなすごい若いわけでもなく、ピチピチって10代とかじゃなく、でなんかダンスが特別うまいとかでもなく、歌が特別うまいわけでもないって言ったら、ちょっとそれは応援してる方にとってなんかそういう意味じゃないんですけど、ってなった時に、なんかやっぱ斜め上というか他にないキャラクターっていうのを作り出さなきゃいけないっていうのがありまして、でまあ紫色の髪の毛も別になんかそのコスプレとか言いながらなんかのキャラをやってるわけじゃなく、あくまで私は私みたいな感じで、紫色も自分の顔に合うから紫色 でゴーグルもあのただつけたかったからつけて、であのギター持ってたらなかなかこうあの皆様からの反応、皆様っていうか始めたばかりファンも全然いなくて、音楽の知り合いもいなくて、ライブもできなくて、秋葉原で路上ライブを、ちょうどその頃ちょっとタレントとしてテレビにあの毎週木曜日に BS の番組に出ていたのもあって、それを宣伝しながらも路上ライブをするっていう活動を最初はしておりまして、で曲もないのでアニメソングとかあと昭和歌謡のロックを、まあ、ギターも始めたばかりだったので、一生懸命こう下手くそとか知らない人とかに言われながらも、初めて CD ももう半年で、まあ、曲を一気に15曲ぐらい作って落ち着いてったかなっていう、はい、で、まあ、15曲ぐらい作った段階で、なんか、まあ、曲も最初はなんか歌いたい曲での雰囲気のものを作っていて、あんまり狙いがなかったんですけど、そんなにリフは、ま、とか最低限のものは決めてたんですけど、じゃあどうしようかなって思った時に、実家がちょうど滋賀になって、でまあシンガーソングライターっていうのは結構こう東京だけじゃなくいろんなところに遠征されててすごいなと純粋に思っていたので、なんかこう滋賀だし、じゃあ滋賀の歌1番、あじゃあ22番まであったら他にいないかなとか思って、なんか何も知らないのに作ってみたら意外と手応えがあったみたいな。あなるほどね、まあ、なかなかね、はい、ロードじゃないんだからそんな長く作ることもないもんね。はい、なんか大阪でライブする時とかに、あの滋賀の歌を1番作りました、歌いますっていう1分ぐらいの曲なんですけど、その後にこう22番まで作りますって言ったら大体笑いが取れるんですよね。確かに。そういうノリで始めたんですよ、本当に。なるほど。だから全然22番まで作る気は最初なかったんですけど、ちょっと3ヶ月ぐらい経って、じゃあちょっとそろそろこれ作った方がいいかなっていうので、あの22番まで作って500円であの販売しております。めちゃ安いやん。ね、破格破壊か。あの一人でも多くの人に、受け取っていただけたらなと思って、基本的には結構シングル500円のことが多かったりします。ちなみにその22番まであったら何分ぐらい曲あるんですか？ちょっとね短いんですよね。で一応その琵琶湖、まあ、滋賀県って言ったら琵琶湖っていうことで、まあ、ブラックバスが生態系を犯しているので、なんとかするために飛び出し坊やという、まあ、よく道路のなんか標識である看板みたいなのがあるんですけど、あるある、 その子が、まあ、滋賀県を琵琶湖一周して仲間集めて、最終的に琵琶湖からビワコンガー Z というロボットを出して戦うっていうやつが、まあ、36分ぐらいありますね。めっちゃ最高やん。すごいストーリーやな。やっぱアニメとかが好きなので、なんかそういうストーリー性のある方がいいのかなと思って作ったんですけど、まあ全部歌う機会はないです。36分はないだろうね。そうですね。いやなかなか本当ユニークっていうか、なんかやっぱすごいですね。やっぱ頭いいんだよきっと。いやもうちょっとなんかもう本当にいろいろな経験をしてきた中で、やっぱりそのどうしたら他の人と違うことができるかな、興味を持ってもらえるかなっていうのはやっぱりその頃からずっと考えて活動はしていますね。なるほど。ちょっと見習っていかないといけないですね。いや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 、もうエリさんはもうね、いやいや今新潟すごい情報が来ますもの私の。確かにもう新潟の人やったんかなと思うぐらい。新潟の人なんですよ多分。多分ね。で、はい、私もこれ気になってたのもう一個あって、はい、ラジオネーム奈良のしげさんから、質問いただいてまして、はい、大きにありがとうございます。大きにです。伊谷さんのそのキャラクターみたいなのがいるんですよ。あの被ってはるんですよ帽子を。はいはい、
なんかあの黄色い、あ、そうですね、タコスちゃんという、そうそう、タコスちゃんっていう帽子をかぶってるんですけど、あ、帽子、あの帽子じゃないです、ちょっと待ってください、 あれ帽子じゃないの、帽子、あの、まあ、帽子みたいにかぶってますけど、あの一応タコスちゃんは生き物なの、帽子ではなく、あのタコスちゃんだよという、あの一応喋るんですけどあんまり喋るとキンキンするので、あのテレビ番組の時にちょっと黙れと言われ、あんまり喋れなくなってしまったんですが、あの一応あの別ものとして存在しております。で、まあ、これは伊谷さんの頭の上にいる、いつもいる相棒タコスちゃんはどのように生まれたのか、誕生秘話を聞きたいです。ああ、はいはいはい、ですね、一応タコスちゃんはですね、まあ、キャラクター設定もそんなにされてはいないんですけどされてはいないんですけど、あの私が結構こうネクラで、まあ、コスプレをすることによってちょっとこう明るい人格になってるっていうところがぶっちゃけありまして、私で、それで、まあ、頭に黄色い、まあ、タコスちゃんという生き物をかぶることによってこうネガティブを食べてポジティブにしてくれるみたいな、そんな、まあ、意味合いで作ったのと、あと、まあ、ちょっともともとは、舞台で海外とか行ったりなんかちょっと露出させていただくときにピカチュウをかぶっていたので、あのピカチュウがちょっと問題になってきたんですね。ね、ピカチュウがまあすごく好きなんですけど、じゃあピカチュウの代わりにっていうことでちょっと即座に、考えて、作った初めてのキャラクターで、で、まあ、ちょっとそのピカチュウと間違われるっていうのもあって顔がちょっとひねくれているっていうところがありますかね。なるほど、タコちゃんもいろいろ複雑な経緯の上生まれたんですね。はい、はい、でも基本的にタコちゃんポジティブなんで、あのネガティブを食べるっていう役割なんでね、はい、全然いい子です、いい子です、皆さんもネガティブ、タコちゃんだよ、はい、急に現れるあの急に喋るとマジでマイクのあの音のあれがね変わるから本当にあの注意されましたいやでもね、ネガティブ食べ、みんなのネガティブも食べてもらいましょう、じゃあね、そうですね、タコスちゃんのねかぶり物をこう物販で販売したいですけど、まだちょっと大量生産できるほどのまだ知名度がちょっと追いついてないんで頑張りたいと思います。そうですね、タコス人気も上げていきましょうね。そうですね、で、あともう一個ね、あの今滋賀の歌の話あったじゃないですか、もう一個、はい、伊谷さんが全国に誇れる滋賀県のいいところとは何でしょうかというメッセージが、ですね、滋賀県に誇れるいいところ、まあ、基本的には私もまあネガティブ出身のポジティブみたいなところがあって、でも言うてその滋賀って、琵琶湖しかないんでしょみたいなことを言われたり、あと滋賀の人自体も結構思ってることが多くって、なんか大阪にコンプレックスとかね、ちょっとあるんかなみたいなとことかありますもんね。そうですね、ちょっと大阪人、まあ、同じ関西圏やけども、なんか滋賀ってそのよそから東京とかで言っても、そこ関西なのっていう、本当なんて知らないのぐらいのレベルのねこともあるんですよ。でもその滋賀県って本当にたくさんの魅力があって、文化的なね、あの建物だとか、普通にみんなが知ってるようなものってすごくたくさんあるんですよ。だからもっとこう前向きにね、私も行きたいし、前向きになった方がいいんじゃないかなっていうのもあって、すごく滋賀県はやっぱ知れば知るほどこう素晴らしい場所なので、ぜひね、あの遊びに来ていただけたらいいなと思います。そう、パワースポットとか神社仏閣もすごい多いんですよ。やっぱあの大きいその湖のほとりだからか、うん、結構私も、はい、回りました。そうなんですよ、なんかもうね、あの京都とかが目立っちゃうかもしれないんですけど、まあ京都の、ね、隣っていうか、やっぱり歴史上人物っていうか、やっぱ都がね近いっていうか、あの偉い人多分ほとんど滋賀にも結構住んでたんじゃないかなっていうので、うんうんうん、あのゆかりの地も多いですし、あと湖の中にこう神社があって白髭神社っていうところもあるんですけど、そういうなんかパッと見てもね素晴らしい場所もいっぱい、はい、ね、ありますので、ぜひぜひ皆さんね、滋賀ちょっとまた遊びに行きましょう、コロナが落ち着いたらね。ね、うん。で、まあ、最後なんですけど、ラジオネームイノさん、まあ、このコロナウイルスでいろいろね、はい、そのやっぱり、音楽の楽しみ方もコロナウイルスによりちょっと大きく楽しみ方も変わってるけれども、今後そういうコロナ禍もある中で力を入れていきたい活動はあるでしょうかというメッセージをいただいております。そうですね、やっぱちょっと SNS もちょっと力入れなきゃなとは思っているんですけれども、まあやっぱり YouTube もね、そのなかなか
その自分のことだけ発信するとそのやっぱり自分のねファンの方だけ見てもらうってことになるので、なんか自分の得意を生かした喋りとか生かしたでも皆さんが興味を持ってもらえるような内容で何か発信できたらなとかいろいろこう考えているんだけども、うん、何からやったらいいんだろうなっていうのはちょっとあるんですよね。ちょっと今までがむしゃらにやってきすぎだったんで、なんかもうちょっと計画を立ててね、ちょっとドーンってできたらなって思ってます。ちょっとね、あの目先のやなんかことに結構やみくもり頑張っちゃう感じになっちゃうもんね。これ自分たち全部しないといけないからね。そうなんですよね。なんですけど、なんかまあそのライブもね大事だし、生きていくために大事な活動なんですけど、まあ、私的にはやっぱりその自分のね体調管理も含め、こうちょっとそのスタイル、たくさんすごいやるっていうスタイルじゃなくって、こう一つ一つなんか意味を持たせられたらいいなっていうのと、うん、なんかそうですね、うん、なんかなんだろうな、うん、なんかそういう風に考えているので、まあ、それもベースに、ただやっぱりあの収入も必要になってくるので、なんか他にも楽しんでもらえるようなというか、他の人がやっていないようなことができないかなっていうのをちょっと今考えてはいます。そうですね、やっぱね、いろいろこうまあがむしゃらにやるんじゃなくて、こう新しいことも手を出していきつつ、ちょっとまあ計画的にいきたいってところですね。そうですね、やっぱりやるならちょっとやってないことをがむしゃらにやっていきたいですね、はい。うん、まあ、しかもね YouTube やったらね、あの私もね、今シーズンっていうか今年、滋賀にも伊吹山というかね、スキーができる場所がありまして、うん、そちらでラジオ DJ とかもさせていただいていたので、なんかこうスキーつながりでね、こう新潟でもこう動画を撮ったりだとか、てかスキーがそんなにできないのでスキーできるようになりたいなとか、なんかそういうこう浅いっていうか、なんかすごい夢っていうものじゃないですけど、なんかそういうことはやりたいなっていうのはなんかたくさんありますね。そういうちっちゃいことから。私も滋賀のスキー場に行きたい。あ、行きましょう行きましょう。うん、新潟のスキー場もぜひ、妙高で私めっちゃ練習してたんですけど、はい、あの雪めちゃくちゃいいんで。いやもうね、いやもう聖地っていうか、なんか新潟になるとこういろんな乗り物があるんですね。そう、スノースクートとかね、スリーとか、あとは、うん、あの新潟のその山深いあの出身の方って小学校の時にスキーが授業なんですよ、はい、あーなるほど。そうだからめちゃくちゃ上手くてみんな、うん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 、そうそうそう、だからなんか鍛えられてます。いやなんかせめてね、あのリフト乗ってね、うん、上まで行って滑って降りたいですけど、ちょっとねまだねそんなスキー、あのそれすらちょっと初めてだったので、今年っていうか、マジでスキーかスノボか一緒に練習しましょう、うん、じゃあ、はい、はい、ちょっとスノボに行こうかな一回な。ちょっとスキーからあの練習し始めたんですけど、ちょっとスノボチャレンジしてみたいですね。私スノボなんか足固定されるから怖いからスキーでいきます。まあ私もねそういうスキーとか、まああと最近まあ野菜が美味しすぎるからちょっともう畑やりたいなとか、ちょっとシンガーソングライターから逸脱してきてますけど。いやなんかいいじゃないですか、もう農業シンガーソングライター。そうですね、私もなんか人生楽しんでいきたいですね。そうですね、やっぱりあのこのご時世ですごく学んだのは、やっぱり今できることを一生懸命やるし、まあある意味がむしゃらっていうか、そのいい意味でがむしゃらにやっていきたいですね。あの本当にこう活動ができてるってことが、応援してくださる皆様がいるっていうのは本当に幸せだなってすごく感じます。ほんまですね。でね、まあ、はい、8月21日に大阪ソープオペラクラシックスで板谷あこちゃんね出演してくれるんですけれども、はい、タコフェス、そうタコフェス8月、ね、タコ食べるんですか。タコね食べない、タコ食べないけどタコ焼き焼きたいかな。あ、本当ですか。でさすがにでも SOC で焼いたら怒られるんじゃないかな、コロナ禍もあるからね。たこ焼き本当は焼きたい。たこ焼きファンクね歌いながら食べるんですよね。ほんまに本当はね焼きたいけどちょっと難しいんですけど、まあその今日あの放送が8月11日なんですけど、それ以降で、はい、あのタコフェス以外のライブとかってありますか。ですね、滋賀県なんですけど、まあ私ね、フリーライブを毎月企画して商業施設でやっていたんですけど、まあ、そちらが終了してしまったということで、
まあ次、まあ、まあまあ落ち込んでも仕方ないんで次どうしようかなって考えた時に、うん、FM あのちょっと滋賀県のあの市のあのラジオ私は番組をやらせていただいてもらいまして、はい、でそちらと共同主催っていう形で、9月の11日の土曜日に、公開収録をしながら、ラジオ、ライブコンサート、うん、おーすごーい、まあ、ライブですね、あのコンサートはい、まあミュージシャンがやはりね、うちの番組をやっている局にもたくさんおりますので、うん、そのミュージシャンがぐっと集まってしかも喋ることもできるし歌うこともできるということで全体で作り上げましょうということで、草津の市役所の脇の草津アミカホールというもうね、夏も涼しい場所で、イベントを開催させていただくことになりました。1000円で、見ることができますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。めっちゃ楽しみですねそれね。いや本当に。で出演者がですね、草津市 の、 観光大使である銀ララさんと、佐越真理子さん、そして私、うん、イタニアことアイミンという4組が出ますけれども、本当にジャンルも様々で、でも喋ることは上手いんだけれども喋りの風調っていうか雰囲気も全然違う4人が集まるので、なんかどうなるのかわからないんですけれども、いや本当に楽しみです。こちら1時30分開演で4時には終演しますけれど も、 もう全部楽しめるような、そんな、イベントにしたいと思っておりますので、ぜひイタニアコの SNS などでチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、最後はイタニアコちゃんのエレキゴリゴリを聞いてお別れしましょう。はい、今日は本当に遊びに来てくださって大きにありがとうございました。はい、大きにありがとうございました。それでは最後に、そう、はい、ラジオ聞いてくださってる皆さんにメッセージをどうぞ。まあ、なかなかね大変な日々が続きますけれども、皆様の応援が本当に活力になっておりますし、私やエリさんね、もちろんもういろんなアーティストから皆さんに元気を届けられるように活動頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、滋賀を中心に全国いろんなところで活動しているコスプレシンガーソングライター伊丹あこちゃんでした。ありがとうございました。どちらかというとだ、どうしてもぶつけないように気をつけてね、
コーナー、先ほどそうこんな心理テストを出しました。山で遭難してしまいました。さまよっているあなたが発見したものは A 山小屋、 B 猛獣、 C 下山道、D 洞窟。私は C 下山道を選んだんですけど、これで診断できることが、あなたが追い込まれたら、山での遭難はあなたが追い込まれた危機的状況を表してます。そこで発見したものはあなたが追い込まれた時に取る行動を示しています。それではまず A の山小屋は虎視眈々と逆転を狙う。これを選んだ方はこう危機的状況の方が力を発揮できるタイプかもしれません。 B は猛獣、やけくそになり突っ込む、たとえ失敗してもやりきった満足感があるため後悔は少ないでしょう。 C は下山道、その場から逃げる。これも私ですよ、逃げてるんかいみたいなね、逃げ方によってはその後の立て直しもうまくいくでしょう。そう、時にね逃げることも悪ではない。で D の洞窟、流れに身を任せる。見ようと下手に動く方がちょっとダメかもと考えるタイプなんですね。ただ流れに身を任せすぎてチャンスを逃してしまわないように注意しましょう。追い込まれてしまった時は冷静な判断が難しいかもしれません。何が正解なのかも分かりませんが、うまくいってもいかなくても後悔しない選択をしたいものですね。それではここまではワクワク心理テストのコーナーでした。来週はどんな心理テストになるのかお楽しみに。大きねラジオリターンズ。聞いていただいてます、大きねラジオリターンズ。お相手は漢字の小川にカタカナのエリで、小川エリがお届けしています。今日のテーマは好きなアニメ、気になるアニメということで、メッセージたくさんいただきました。おきにありがとうございます。それではメッセージの方を紹介したいと思います。ラジオネーム千葉県より風の音伝え旅人サムさん、おきにありがとうございます。私の好きなアニメは次の3つです。1番ドラゴンクエスト大の大冒険。そう、私大の大冒険何気にコミック全部持ってて全部見てたんですよね。私断然ポップが大好きです。なんかその最初弱かったこう脇役キャラが強くなっていくのがめっちゃ好きで、もうこれはもう王道中の王道で、すごくそれがよく描かれててもうすごく大好きでした。昔放送されていたアニメも見ましたけど、その新しい放送が見てないんですよね。先日テレビ東京系で新たな形で放送されていました。もともと私ゲームドラゴンクエストが好きだったこともあり、このアニメを進んで見るようになりました。ちょっと新しいアニメのやつ見たいな。アニメシリーズちょっとネットで見れるようになったら見たいな。あとはタッチ、まあ、そうだね、タッチ来るかなと思ったらやっぱ今オリンピックやってるからスポーツものなんか見たくなりますよね。タッチは少女漫画なのにこのような漫画は実に泣ける。いやもうタッチはね、もうあのほらタッチャンのそのシーンだけでも泣けるからね。そうで、メジャー、あ、そうメジャーもねこれ人気ですよね。私は基本的に野球漫画が好きだということがありますが、このメジャーも熱くなれるシーンがたくさんあります。スポーツアニメはなんかもうすごいグッとくるというか熱くなれますよね。ちなみにアニメといえばジブリの映画も好きな私ですが、天空の城ラピュタ、魔女の宅急便、耳を澄ませばですね、ジブリ映画で好きな映画は実は全部なんですが、エリさんのお好きなジブリ映画3作品あげると何ですか？もちろんね王道の、まあ、ラピュタも魔女の宅急便も好きなんですけど、そうねここで上がってないので言うと千と千尋の神隠しともののけ姫と、あとそう意外と好きなんです、ちょっと地味なんですけど、平成たぬき合戦ポンポコ、あれ結構なんかこうありようを考えますよね。こう今田舎に住んでるのもあるんですけど、そういうその田舎とかで結構タヌキを見るんですよ。でまあタヌキとかもな、こういう自然についてこう考えさせられる作品で、今なんか思い出すともう一回見てみたい、今この新潟に住んでいる環境下でもう一回見てみたいなと思います。メッセージ大きにありがとうございました。でそれでもう一通なんですけど、先ほども伊谷あこちゃんに質問くれましたラジオネームベルチーさん、好きなアニメ、気になるアニメは好きなのはエヴァンゲリオンですねと。
メッセージいただいてます。そう、私もエヴァ好きなんですけど、劇場版がね結局全然見れてなくて、時間がある時に通して見てみたいなと思ってます。自分の中ではアスカが一番ですってことなんですけど、私もアスカが大好きで、ちょっとコスプレの衣装をいただいたのでやりたいなと思っています。最後にラジオネーム井野さん、大きにありがとうございます。大阪タコフェスチケット入手済みということでめっちゃ嬉しいです。頑張って開催します。好きなアニメ、気になるアニメが、今期春から日本テレビの深夜で放送されているエデンズゼロ。そう、このエデンズゼロね、ちょっと見たんですけど、宇宙版友達100人できるかなみたいな、主人公がめっちゃ熱い感じで、ちょっとめっちゃ面白そうです。エデンズゼロ見たいな。で、連載中だそうなのでぜひぜひ調べてみてください。ということで、アニメの話全然足らんかった、またやろうかな。漫画特集とかもやろうかなと思ってますので、ぜひぜひまたおおきにラジオにメッセージお待ちしています。小川エリー新潟ライブがあります。8月14日夜に長岡の新亀寿司というところでライブさせていただきます。あと8月の15日はツバメにありますルーム217というところで投げ銭ライブもさせていただきますので、詳しい情報は漢字の小川にカタカナの入りで小川入りのホームページまでぜひ見に来てください。それでは来週もこの時間にお耳にかかりましょう。今日のラストソングは線香花火でお別れしたいと思います。リクエストいただきました。藤田さん、おおきにありがとうございました。それでは皆さん、いい夢見てね。おやすみなさい。線香花火に火をつけた儚いその明かり、その